皆さんこんにちは。365日ずっとぬだけばモンスターのあすかです。今日はですね、懐かしいお菓子を買ってきました。じゃあそれでは早速もう取ろうとしてた画面が読んでる。食べていきましょう。はい、一つ目はこちらです。じゃん、酸っぱいぶどうにご用心、超酸っぱいガム、チューイングガムです。こうか3つ入ってて、3人で食べて誰が当たるかみたいなお菓子ですよね。私これいつも友達がいなかったから一人で全部食べてました。悲しいお話でした。じゃあこれを一つだけ食べていこうと思います。あー懐かしい。いただきます。じゃあ真ん中いただきます。これ風船ガムでした。ちなみに真ん中は大丈夫でした。美味しいぶどうガムでした。はい、次いってみます。はい、続いてはこちらです。アンパンマンミニミニラムネ、可愛くないですか、特にこことか。じゃあ開けていきます。全然ラムネ映ってない。中を開けるとどうしよう、見えない。はい、こんな可愛い形のアンパンマンのラムネが入ってました。うわー食べるのもったいない。いただきます。うん、はい、ここに何味かもう見えない。ここに何味か、リンゴ、ぶどう、みかん、桃味のラムネの味の種類が書いてあったんですね。私は多分桃味を2つとも食べました。はい、可愛いです。続いてはですね、これ懐かしい人いるんじゃないですか、どんぐりガム、よく食べてたコーラ味。確かこれって当たり付き、ほらここに書いてあるんですよ。当たり付きなんで当たりを見ます。トゥ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 ントゥントゥ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 ン、外れでした。外れでした。あ、見えた、外れでした。じゃあ美味しくいただきます。じゃあどんぐりガムを美味しくいただきながら食べてる間、最後はこちらです。お絵かきグミランド、これは初めて買いました。なんかねる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 に似てますね。これもそうなんですかね、同じ種類。まあいいや、開けていきます。取り外して、はい、続いてここに水を入れました。はい、水を入れたらそれぞれ粉を入れて混ぜる。あ、こぼれた、なんか信号機みたい。混ぜる、はい、よく混ぜたら次はスポイトで好きな色を作ろう。こんな感じに色の足し算、こんな感じになっておりますね。これが終わったらこちらへ移ります。はい、好きな色を作ったつもりなのに、なんでこんなに濁ってるんでしょう。写真通りにいかない、まあいいか。はい、続いてグミの素をここに腰のマークのところに入れて、とりあえず平らにするそうです。はい、じゃあ肩をこんな感じで刺したら、これらを少しずつ入れるみたいです。こっちにしたいんですね、せっかくなら。あ、あ、いっぱい入っちゃった。明るい綺麗な色がいいな。一緒の色かな。あ、緑、あれ隙間空いちゃってる。あだー、ちょっと待って。はい、でも見てください、先ほどのライオン完成しました。取り外して肩から尻尾取れてるけど、食べてみます。いただきます。いろんな味がします。失敗しちゃったかな、うん、でも
いです。はい、はい、なんかいろいろ食べたりチャレンジしたりして童心に帰りました。ちょっとお腹が減ったかな。さっきこれ一つしか食べなかったんで、今日もう一つ食べて酸っぱいの当たるか確認して終わりたいと思います。いただきます。甘かった。